メタバースパパニュース、こんにちは。いかがですか？体調崩してないですか？そいつはよかった。私もあなたのおかげで元気です。この番組は普段は外資系 IT 企業のセールスエンジニアなのに、メタバースからトークで日本を元気にしようというイベントウラシーを主催しているパパ丸山がお届けするメタバース入門バラエティです。メタバースって聞くけどよくわかんないなというあなたのためにですね、メタバースに入る第一歩となればと思っております。さあ、今回は今週のメタバースニュース一挙ご紹介していきたいと思います。気になる、気になる、気になるメタバースニュースをローンチします。三越伊勢丹のメタバースにイオンが出店。三越伊勢丹のスマートフォン向けメタバースサービス、レブワールド。ここになんとイオンのバーチャルモールがオープンいたします。このレブワールド、新宿東口の街ですとか伊勢丹新宿本店が再現されているメタバースになっています。このイオンモール、この中にオープンするんですが、3つのエリアに分かれています。ショッピングエリアと2つのゲームエリアということで、まあ、いろいろなメタバース内での楽しみを提供してくれるという形になります。このニュースね、非常に面白いと思うのが、今までメタバースっていうとただ中に入って遊ぶっていう形が多かったんですが、いよいよですね、経済が動き出そうとしています。伊勢丹のレブワールドもそうですし、まあ入ってきたイオンもそうですが、明らかにメタバース内での消費というものを狙っていますよね。今まではネットショッピングでポチポチって、楽天とかアマゾンでポチって買うものだったのが、実際にこう体験して、体感して商品を購入するという新しいメタバースの使い方、これ非常にね、面白いことになってきたと思いますね。私、メタバースが企業のホームページになるんじゃないかと思っています。で、今ある EC サイト、ショッピングサイト、今はね、あえてホームページスマートフォンでこうね、アクセスしてみますけれども、近い、もう今ありますが、こういうね、自分が飛び込んでいって実際に商品を見るとか楽しみながら買うっていうのがね、一般的になるんじゃないかなと思います。そういった意味でこのニュース非常に注目です。続いてはカシオです。 G-SHOCK のバーチャル店舗がメタバースにオープンです。こちらは VR チャットというメタバースプラットフォームに、時計のカスタマイズなどが体験できるコンテンツとしてG-SHOCK のショップがオープンします。もちろんリアルの G-SHOCK を販売したいっていう目的もあるでしょうが、まずはなんとメタバースのアバターがつける腕時計、つまりデジタルの時計を販売しようと。先ほどのカスタマイズというのはあくまでバーチャルの時計のカスタマイズっていうことなんですね。これがね、面白いです。先ほどのはまあリアルに商品を買ってほしいのかなっていうね、ところがありますけれども、アバター向けのアクセサリーとか洋服っていう販売もどんどん進んでいます。で、さらにこうリアルのね、メーカーも参入してくるということで、デジタルにどこまでの価値を持つかっていう人それぞれだと思いますが、ゲームに課金するのにね、抵抗のない世代からしたら全くね、問題ないと思います。あくまでバーチャルの時計でしょと思ったあなた、ご安心ください。ちゃんとリアルの時間と連動して表示される仕組みができておりますので、本当に時計として使えるようになります。でも、このアバターをやはりカスタマイズして、自分のなりたい姿、自分が求めるアバター像に近づけていくというのがメタバースの一つの仕組みというか、一つの楽しみですね。私、なかなかイベント主催してると自分のアバターにまでなかなか手が回らなくて、会場作って仕掛けを作ると自分のアバター一番最後になるんで、ただのスーツとかね、ただの T シャツとかハッピーとかになっちゃうんですが、まあそれでも夏祭りだからハッピーにしようかなとかね、そう、衣装を気軽に変えられるっていうのは非常に楽しいですよね。今はリアルの世界でファッションコーディネーターとかね、いらっしゃいますけれども、そのうちメタバースのね、ファッションコーディネーターとか出てくるんじゃないでしょうかね。バーチャルの時計もほっとけいないですね。さあ、ここでお便りのコーナーです。たくさんのコメントをいただいております。今回は IT 業界20年間の許せない一言ベスト2にコメントいただきました。
あゆみさん、許せない言葉って長く生きているといっぱいありますよね。確かにリスペクトは大事です。パパさんの声は良すぎると思っていたらアナウンサーパパさんの声は良すぎると思っていたらアナウンサーの試験を受けられていたんですね。面接官のおじさんたちに言われた一言に思わず笑ってしまいました。でもそれはひどいですよね。いや、これで笑ってくれたら私の方もショコラスクさんもね、吹き出してくれたみたいでありがとうございます。どんな一言言われたかはぜひちょっと過去のね、配信聞いていただきたいと思いますが、当時はね、どう返していいのかね、わからなかったんですけれども、今だったらコンプラ違反なんじゃないってちょっと思ったりしますよね。ありがとうございます。そして小次郎さん、リスペクト必要ですね。ディスリスペクトは悪意だと断じて意識していた方がいいと思います。さあ、そうですよね。ありがとうございます。大抵の揉め事、争い事は情報不足から起こると言われますが、正確な情報を得るためには相手への敬意がないと得られませんからね。大切なのはリスペクト、敬意です。ありがとうございます。なるほど、情報不足から揉め事が起こる、これ確かにそうですよね。相手の言ってることの真意が分かんないとかね、正確性が分からないから揉め事になってしまうわけですからね。相手のことをリスペクトして、相手のことをちゃんと情報を得、相手の情報を得るということで、みんなハッピーになるんでしょうね。ありがとうございます。というわけで、あなたからのコメント返しのコーナーでした。ドンドン、以上パパニュースをお送りいたしました。最後に伝えたいニュースというか、ちょっと最近モヤっとするなというのが、ジャニーズの記者会見の NG リスト、あれね、私すごくモヤモヤするんですが、NG リストがあって、なんか一番困るのって、私たちのこうなんていうんですか、一般人って別に NG リストあろうがなかろうが、ちゃんと会社として対処してね、そう、あの被害に遭われた方に対処してほしいなっていうのが一番なのに、なんかあの NG リスト騒いでるのってマスコミなんじゃない、マスコミに踊らされてないみたいなね、気がしちゃうんですよ。 NG リストあったよ、これおかしくないみたいなのを、なんか声高々にね、だってマスコミとしてあれ困るですよね。質問できない、 NG リストに入れられてしまったら仕事ができないから、なんか彼らの既得権益をなんか守るために、私たちが、世論が巻き込まれているような気がね、すごくモヤモヤしちゃいますね。と同時に、なんかマスコミの質問力の低さが私ずっと気になっているんですよね。あと同じ質問しすぎと思いません？でも私思うのが、自分たちが質問した質問しか記事とかニュースで使っちゃいけないんですかね。いや、だからなんか先ほども聞きましたが、この質問なんですがって、なんか何社も聞くから、みんなね、時間がもったいないから一社一問とかにしちゃうんじゃないのかなっていう気もね、そうするので、なんかちょっとこの NG リストはちょっとこのマスコミのに煽られてないかなっていうのがね、ちょっとモヤモヤする最近のニュースでございます。はい、これ質問力すごく大事だなとね、そう思うんですよね。ああいうボイシーの対談とかだと、これってどう思うんですかってさらっと聞いてもね、1対1ですからいいんですけど、こういうああいう記者会見だとね、かなり質問力が要求されるなと思って、最近話題のあの広島の安芸高田市の市長と議員のやり取り、 YouTube でめっちゃ流れてくるんで見るんですけど、あれもね、質問、議員の質問力がね、ないんだなっていうのを感じて、最近あの安芸高田市の中継を見ると、うちの住んでる町の議員って大丈夫なのっていうのすごくね、はい、感じるようになってしまいますね。うん、でもあれ難しいと思うのが、かといって、じゃあ私たち30代40代ね、まあ、私40代ですが、30代40代の人たちが議員にやってめっちゃ変えるぜっていう余裕今ないですからね。そう、どうしてもね、こう上の世代が議員になっちゃうから、そこの構造を変えないといけないのかなっていう気もしたりしますね。はい、というわけで最後ちょっとモヤモヤするね、ニュースもお届けいたしましたが、はい、今回は気になるメタバースニュースをお送りいたしました。今あのメタバースイベントを11月に開催しようということで、急ピッチで今準備進めているんですが、今回リアルの会場とバーチャルの会場をこう 2会場でやろうと思っているので、今までとちょっと勝手が違うので、非常にこう悩みながら進めておりますので、パーソナリティのオファーとかちょっと遅れておりますが、ちょっとご了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。メタバースから日本を元気に、せーの、うらっしー、また明日お会いしましょう。バイバイ。